お前と亮は木下亮平って男の実の子供なんだ。つまりお前と亮は本当の兄弟なんだ。左4ミリ、開口あり。花ちゃんは？その意識は戻んない。あなたが理事長の、はい、外科医長の永田です。ご連絡いただいて。怪我の具合はどうですか？脳は少し腫れているようですが、脳内出血などの異常は特には見当たりません。まあ、他の怪我も擦り傷程度で命に別状はないでしょう。どうもありがとう。いえ、では失礼いたします。このおかげで融通聞かせてもらって。連絡してもらってよかったわ。この時間だとどの病院も当直の若い医者が対応しちゃうから。今の先生はうちの外科医長だから診断も間違いないと思う。お前の目の前でひったくりにあったらしいな。一緒にいて一体お前は何やってたんだバカ。なんであのこと春に話したんだよ。お前が隠してたからだ。隠してない。俺に見てちゃんと話そうと思ってたんだ。ねえ、何のこと？こいつとハルは血のつながった実の兄弟だったんだ。え？隠してないんだったら夏美になんで嘘ついたんだ。ほら見ろ、答えられないのがその証拠だ。なんだよ、やんのかよ。やめなよ。星野さん、目が覚めてきましたよ。春姉ちゃん、春姉ちゃん。いや、手袋を届けようと思ってて。大丈夫。みんな来てくれたんだね。今ね、夢見てたんだ。どんな夢？うつぐみ園でね、みんなでクリスマスのツリーを飾ってる夢。途中で俊兄ちゃんと亮兄ちゃんが喧嘩始めて、アッコが泣いて、赤ん坊のブスブスも泣き始めて、ツリーもめちゃめちゃになっちゃうところで今目が覚めた。目が覚めたらみんながいてびっくりしたよ。夢のようだね。ひったくりにも会ってみるもんだよ。何言ってんのよ。そろそろいいですか？
ゃん。じゃあまた来るね。ねえお兄ちゃん、兄弟だったんだね。ああ。随分と妹のように可愛がってたからよかったんじゃない？あいつらキスとかしたのかな？え？なんで血がつながってると結婚できないか知ってるかい？法律で決まってるからでしょ？ DNA の問題なんだよ。動物は本能的に血縁を見分けて恋愛の対象から避ける。何が言いたいの？人間は哀れだってことさ。そうなんだよ、そうなんだよ、びっくりだろ。オーディションのインビテーション来ちゃったんだよ。どうする、どうする、どうする。どうして私がハリウッドなんですか？あ、わかった。電波少年とか線とかそんな企画もないし。違うんだよ、違うんだよ、映画なんだよ、映画なの。リドリー・スミスって知ってる？もちろん、橋の上のピエロ撮った人ですよね。ああ、有名なんだ。いや、俺、まだ見てないからさ。すごい有名ですよ。ベネチアかなんかで賞取りましたよね。その人がどうしたんですか？いや、今日本に来ててさ、来年日本人をヒロインに映画撮りたいんだって。でね、社長に言われて、まあダメ元でプロフィール全員分出しておいたんだけど、そしたら君が引っかかっちゃったんだよ、一次選考。それでいつも怒ってますからね。いや、残り7人だって。しかもね、探してる年齢が18歳、君以外の候補は全員20代。チャンスだよ、今度こそチャンスだ。行き別れのお母さんもきっと見てくれると思うよ。夏美ちゃんさ、お母さんに会うために頑張ってんだろ。頑張ろうよ、頑張ろう。おはよう、夏美。おはようございます。ちょっとやめてよ、敬語なんて。お互い頑張ろうね。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃいませ。行きます。いらっしゃい。寒いからね、風に気をつけて。まさか夏美も分かってるとはね。ビギナーズラックよ、レムバリューとか全然違うでしょ。でもさ、レノンとか見てるとリロイ・スミスってちょっとロリコン気味じゃない？あゆみさ、アダルトだからさ。何それ、喧嘩売ってんの？ね、お母さんと会うためにお芝居頑張るとかいちいちムカつくのよね。これでさ、夏美の母親がシャブ中とか死んでたりしたら笑えるよね。ねえ、横井さんに頼んで調べてもらおうか、夏美のお母さんのこと。え、そんなことできんの？テレビ局とかだったら普通の人が見つけられなくたって探せるルートあるでしょ。お、目覚めたか。うん、大丈夫？記憶とか飛んでない？大丈夫。そっか、よかったよ。
まあ少し脳みそ痛んでても元々の部分はあるからよくわかんないけどな。ひどいよね、最悪。いいといいと、その感じだ。もう、いつ来たの？ん？朝8時。開店と同時に来たよ。悪いね。少しでも一緒にいてやった方がいいかなとか思ってさ。これからどれだけずっと一緒にいてやれるかわかんないからよ。そうだね。まあ他にすることもねえしな。仕事とか生活費とか大丈夫なの？大丈夫じゃねえよ。何探してる？何食べてんの？ん？いやわかんじゃん、飯。ねえ。あ？それ私の食事じゃないの？あ、だって残したから捨てるのもったいないかなと思って。残してないでしょ、寝てたんでしょ？あ、ごめんごめん、悪い悪い。あ、食う？じゃあ。もうほとんど残ってないじゃないのよ。病人の食事食べちゃう見舞い客なんて初めて見たよ。だってもうすぐお昼だぜ。ちょっと我慢してまたなんか来るよ。ふざけないで、なんか買ってきてよ。お前さ、そんなに元気だったらなんか自分で買ってくれじゃねえかよ。病人だから入院してんでしょ。病人じゃねえだろ、頭打っただけだろ。唾かなんか塗っとけ治るよバカ。ボクシングで頭打たれておかしくなってそっちでしょ。もう打たれてませんよ、ボーケ。マジムカついた。看護師さん、この人追い出してください。はい、お静かに。すいません。すいません。あ、ほとんど平らげたのね。食欲は良好と。よく眠れました？はい。ここのとこ 2,3 日冷え込んでるもんね。この間なんて雪降っちゃったし。え？雪？うん。あ、そう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 。俺見たよ、雪。なんで電話してくれなかったのよ。だって ICU に入ってるやつに電話できるわけねえだろ。携帯くらい鳴らしてくれればよかったのに。携帯は病院内は禁止です。すいません。バーカ、うるせ。そんなに残念だった？私生まれてから一度も見たことないんですよ、ユキ。え？沖縄の島で育ったんですけど、何しろ南の島だから冬になっても雪は降らないんですよ。それで東京に来たら本物の雪が見れるんだってすっごく楽しみにしてるんですけど。そうなんだ。ああ惜しかったな。じゃあ剣を持ちましょうか。はい。あ、ちょ俺じゃあ出る。どこの？あ、飯。え？じゃない。ほう、彼氏。あ、お兄さん、あんまり仲いいから私彼氏かと思っちゃった。そうですか。仲のいいご兄弟なのね。はい、さ、もういいよ。はい、はい、もうじき先生来るからね。はい、正解はね、ギョイーンなそうそう、笑いは百薬の長って言うでしょ。どんどん笑って笑って、おばあちゃん笑ってんのか泣いてんのか顔わかんないね。うわあ、何やってんの。兄こそ警察に代打掴まってる。リサクジボ、吐いちゃう吐いちゃう。なんか悪いもん食ったんだ。よかったよ、警察にも僕が被害者だって分かってもらって。即日釈放だもんね。え、でもこの間一人騙してましたよね。うん、あれは大丈夫、警察にバレてないから。そういうもんなんですか。過去の失敗にくよくよすんなよ。どんまいどんまい。どうでもいいけど、こんなところで何やってんですか、こんなジャージ着て。お手伝いさん、入院してるお年寄りの身の回りの世話とか部屋の掃除とかさ、日給7000円の地道な仕事だけどやりがいのある仕事だよ。へえ、意外ですね。今までの自分に嫌気がさしてまったんだよ。一山当てて四国を買い取るのもいいけど、毎日食べる分だけの幾ばっかの米代を稼ぎ、周りの人に優しく感謝の気持ちで生きていく。俺はな、クリボー、仏の道に入ってそれに気がついたんだよ。仏の道ってこの間のコスプレっすか。哀れな男よのクリボーは。
フルボー、君だっていい加減いい歳なんだからね、そろそろ考えないと。何をですか。クリボーもさ、いずれ彼女を見つけて結婚して家庭を持つわけだろ。都心から電車で40分、ニュータウンの 2DK に住んで子供はそう2人作ってたね。そういう平凡な家庭を持つのが人としては一番の幸せなわけだよ。そのために必要なものは何だ。それは愛と地道な仕事なんだよ。地味にコツコツ働くラブエンパワーこそが必要なんだよ。ラブエンパワー不足の君にはこれ、金の幸運招き猫ステッカー買わない？1枚3000円。いや、いいっす。聞くんだってこれが。ほら、この俺を見てよ。いや、なおさら、いいっす。ちょ、あ、じゃあね、10枚2万円でいいよ。夏美、京子、夏美、どうしたの？どうしたのって友達が入院してて、京子こそ。あ、うちのお母さんがここの病院で入院中なんだ。今検査中で。そうなんだ。がんだったんだけど手術が成功してもうすぐ退院。来年のお花見には間に合うだろうって先生が言ってくれて。よかったね。夏美もすっごいいい話来てるんでしょ。奈緒からメール来たよ。うん、頑張って。私も応援してるから。うん。明峰さん。はい、頑張ってね。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫？大丈夫。よかった。心配しちゃうよ。ハル姉ちゃん。おう、ブスブス。着替え持ってきたよ。あ、サンキュー。え、りょう兄ちゃんは？うん、ご飯食べに行ってくるってさ。どこも何言ってんだろう、遅いんだから。大丈夫なの？痛みとかないの？うん、大したことないみたい。よかった。ごめんね、心配かけて。もっと暗いかと思った。なんで？りょう兄ちゃんのこと。ああ悩んでもしょうがないじゃない。まあどっかにいたとこあるなとか思ってたし、この世に一人でも血のつながった人がいると思うとなんか気が楽だよ。そうだよね。あ、りょう兄ちゃんになんか用あったんじゃないの？あ、いいよいいよ。大丈夫？うん、携帯で呼ぼうか。ね、ダメだ、ダメだってか。ちょっとそう、受付なんだ。りょう兄ちゃん。おー、夏美、いつ来たんだよ。さっき着替え持ってきたの。あ、そっか。りょう兄ちゃんに用があるんだって。そんなことないよ、二人に聞いてもらいたいと思ってさ。ハリウッド？わー、もうブスブスも大スターだね。やめてよ。でも今度はすごいチャンスなんだ。二度とないって思えるくらいのチャンス。よかったじゃねえかな。うん、なんかでも自信ないんだよね今回。なんで？すっごい期待してオーディションに行くでしょ。情熱みたいなの振り絞ってさ、自分が持ってるもの全部ぶつけて、その結果不合格って言われるとさ、お前生きてる意味ないじゃんとか言われてる感じするんだよね。それが怖くて。怖いって何が？何言って。あのな、ちょっと違うかもしれないけど、俺もリング上がるとき怖かったよ、すげえ。でもさ、そのとき自分に言い聞かせるんだよ。裏世界で一番練習した、流した汗は誰にも負けねえ、だから負けるわけねえって。そしたらさ、怖くなくなったんだよな。なんて、まあ時々負けたけどな。すごい元気出た。ありがとう。よかったね。よし、じゃあもしオーディションうまくいったらご褒美にどっか連れてってやるよ。うん、レストラン、遊園地、海、山、川、ラブホテル。言うと思ったよ。本当やったよね。うるせえよ、どこでもいいよな。
私はいいよ。ブスブスのご褒美は私なりに考えとく。だから頑張って。ん？うん。はあ、お腹すいたな。これ私の？お弁当食べてこよーっと。じゃねー。内科の麻生先生、内科の麻生先生、外来診察室まで至急おいでください。なんだよ、弁当と病院の飯とダブルで食ってんの？だって栄養つけないと治んないし。あのさ、一緒に行こうぜ。だってまだしばらく安静だしさ。良くなってからでいいじゃん。こっちに来てまだどこにも遠く連れてってやってないしさ。だってさ、なんかお邪魔虫じゃん。なんだお邪魔虫って、今時言わねえぞ。だってやっぱり思うわけでしょ、デートみたいなことするとさ、これがデートだったらなとかさ、そんなこと思いつつずっと笑顔でいられる自信ないよ。ちゃんと兄弟だって自分の中で割り切れたらどっか連れてってよ。それまではちょっと無理だよ。なんかやりきれないよね。誰かが不幸になれなれって背中ぐいぐい押してる感じだよ。何も悪いことしてないのにね。こんなこと言うなよ。考えようじゃねえかよ。考えよう。例えば結婚しようっていう前の日にさ、戸籍とか見てドヒャーっていうのとか、そういうのよりはマシじゃね。一応そんなことも考えてたんだ。悪いかよ。悪くないけど、いろいろ考えたんだよ。これでも結婚とかできなくてもさ、ずっとずっと一緒にいてやれたらどうかとかさ。でもさ、お前には家庭を持ってほしいんだよ。俺はこのまま行くと俺たちこの世で一人ぼっちじゃん。お前にはさ、いい旦那さんがいて、可愛い子供がいて、みんなで食卓囲んでうまい飯食ったり、休みの日には家族でいろんなところ出かけたりさ。それは亮兄ちゃんもそういう風に生きていきたいってこと？俺はさ、まあクズみたいなこういう人生だから何とも言えねえけどよ。じゃあダメなんだよ。お前は俺と違うんだから。あるさ、お前ほんといい女になったね。だからお前は幸せになんないとね。別に俺たち一生別れちゃうわけじゃねえんだからさ、そんな面すんなよ。悲しい話してるわけじゃねえだろ。まあそのうちお前が年取ってババアになってさ、子供とこから捨てられたりしても、その前に離婚されちゃって血の身を抱えてうろうろしてても、俺一生お前守ってやるよ。そのぐらいしかしてやれねえけどさ。ぐらいさ、キスしとくんだったね。そうだよな。
今入院してんだってよ。ひったくりになってな、頭打って入院したらしい。もっとも命に別状はないらしいがな。よかったですね。気になるかい、兄貴分の娘や。まあそうですね。俺もいろいろ悩んだんだがな、亮とあの子の親父のことついに本人たちに言っちゃったよ。そうですか。よかったのかね。俺たちが何をどう考えあぐねても真実は一つですから。強いねヤクザは。弱いですよ。一番ヘナチョコです。ヘナチョコね。My dream is to be a famous actress. My dream is to be.夏美さんの母親に関する調査結果、赤座夏美さんの母親赤座さとみさんは平成11年9月19日午前1時12分急性心不全のため死亡していたことが分かりました。経過は順調なんだけどね、頭の腫れがまだ引いてないんだって。だからもう 2,3 日様子を見た方がいいんじゃないかっておっしゃってるのよ先生は。へえ、全然大丈夫なのに。でもほら、春ちゃん理事長先生のお嬢さんのお友達でしょ、うん、だから院長先生も慎重になってんじゃないの。それにほら、頭ってやばいから。え、死んじゃうってこと？大丈夫よ。ただね、肝臓とかも少し疲れが来てるみたいだし、ちょっと休養してけばいいのよ。この部屋ホテル並みでしょ。ご面会ですか。あの、星野春さんですよね。はい。あの、私夏美と同じ事務所にいた明峰と言いますけど、夏美今日来ました。いえ。どうしたんだろう。はい、もしもし。もしもし、なっちゃんそっちに連絡ない？ないよ。なんで？行方不明なのよ。連絡が全然取れないの。だって確か明日オーディションだろ。どっかで一人で練習とかしてんじゃねえのか。そのオーディション辞退するって事務所に連絡があったんだって。え？夏美、夏美、夏美。修二ちゃんとこにもあっこにも何の連絡もないって。うちにもいねえよ。どっか心当たりねえの。そんなに行くとこもないと思うんだけど、どこ行っちゃったんだろう。
今日お休みなんですけど。夏美、探したぞ。そうしたの？どうしたじゃねえだろう。お前こそどうしたんだよ。冷蔵庫の生物傷んじゃったら冷蔵庫ダメになっちゃうからさ、整理しに来た。でもただ捨てんのもったいないから料理してたら楽しくなっちゃって。そんなこと今やってる場合じゃねえだろう。オーディション辞退したって本当か？オーディションね、やめた。なんで？ねえねえねえ、ちょっとこれ食べてみてよ。夏海、ゴーヤチャンプルをカレー仕立てにしてみました。おしい？答えろよ。答えてよもう。なんでだよ。だってさ、お前あれほど。やっても意味ないの。気になって、気になっても意味ないの。お母さん、もう死んでたから。どういうことだよ。お母さん死ぬって。去年の秋に死んだって。誰がそんないい加減なこと言ってんの。いい加減じゃない。救命になってお母さんに会って、どうして私を捨てたのか、文句言ってやろうって、復讐してやろうって思ってたのに。死んだって聞いたらもう私は一人ぼっちなんだって。この世で一人ぼっちなんだって思うと。お母さん、痛かった。だからやめちゃうのか、女優。夏美にとってこの十何年こだわってきてさ、あんなに辛い思いしてきて、やっとつかみかけたチャンスをお前それで捨てちゃうのかよ。夏美の人生はお前のお母さんのものじゃなくて夏美自身のもんだろ。だから頑張れよ。それにお前一人じゃねえぞ。春も明子も秀一も俺もみんなお前の家族だろ。Okay, I'm just done. あゆみさん、コーヒーここ置いときますよ。はい、夏美ちゃん、コーヒー。しゃっくり大丈夫だよな。あ、深呼吸しよう。はい、吸って、吐いて、吸って、はい。ごめんね。もしもし。あ、どうもお世話になっております。はい。お待たせしました。じゃあオーディション始めます。では1番赤座夏美さん。はい。自己紹介をお願いします。皆さんに。
介します。 Her name is Natsumi Akaza. She is 17 years old. ごめん悪いね、国際始めにこんな小さな店手伝わしちゃってさ。ひどいな、私はいつまでも春姉ちゃんの妹ですから、ちゃんとコキ使ってよね。ありがとう。とりあえずの生活費もいかないしね。それが本音か、この野郎。いよいよ再会だね、サザンクロス。うん、新規一点だね。まああまりいないけど。あのさ、お兄ちゃんとのデートの約束なんだけど。うん、春姉ちゃんも一緒に行かない？行かないよ、二人で行ってきなよ。でもさ、何を変に気使ってんのよ。ブスブスは亮兄ちゃんのこと好きなんでしょ。私は本気だよ。じゃあ、あんな兄貴だけどよろしくね。まあ国際初めとしてはあれだろうけどさ。よし、じゃあ早速次は日本酒と焼酎仕入れてきて。はい。こんなに重いよ。さっきコキ使ってくれって言ったでしょ。さあ早く早く。はい、行ってらっしゃい。いただきます。緊張しちゃって。嘘つき。あ、本当だって。どうする、ほら、週刊誌とか狙われたらさ、俺とかピーとか言って目線入れられちゃうのかな。いいよ、私は全然。誰が何と言おうと私は大丈夫。最初に会った時にさ、18未満はガキとかなんとか言ったよね。だっけ。私さ、今月末で18になるんだ。18になったら大人の女としてちゃんと付き合ってほしい。はい、いただきます。
ったく電話の一本もかけてこないんだから。デートだから仕方ないか。あー、食いすぎた。お兄ちゃんたらあんだけおにぎり食べた時よく入るね。だってお腹空いてたんだもん。さあ帰るべ。あれ、ん、何、あー雪だ。雪国から来たばっかなんだよ。何、もう向こうじゃ降ってんだ。行ってきたよ。留守番した春にお土産。何それ写真。そう、もう何にも食べらんないよ。食い物じゃねえよ。じゃあ何よ。ほら、雪、雪。ああ、溶けてるよ。大丈夫だよ、ほら。これが雪なんだね。雪じゃねえよこんなの。雪だよ。ありがとう。初めてこの手に触れた雪は冷たいね。冷たくてでも優しくて、やがてほっこりと暖かさに変わって、私にとっては両兄ちゃんそのものだった。ああ溶けちゃった。両兄ちゃんが私にくれた雪はもう溶けて水になってしまったけれど、その雪に込められた優しさは冷たい感触とともにずっとずっとこの胸に残っていて、星屑のようにいつまでもキラキラと輝いています。ありがとう。かかる空に鐘